はい、皆さんこんにちは。 SYK 代表の北野です。今回はですね、ビジネスで成功している人の3つの特徴、ただし年商1億円以上稼いでいる人に共通する特徴というテーマでお届けをしていきたいと思います。で、今回の動画っていうのはもちろんまだね、年商1億円は行ってはいないけども、ゆくゆくは達成したいなとかね、ゆくゆくは5000万1億以上稼いでいきたいな、だけど今はまだその自分はその像に届いていないという方はですね、非常に、参考になるですね、これからのビジネスでどういう風にしてね、頑張っていけばいいのかっていうですね、まあその原動力となるようなね、ポイントっていうのをいろいろお伝えをしていきますので、ぜひね、この動画最後まで見ていただくことによって、少しでもね、皆さんのヒント、ビジネス成長のヒントっていうのを掴んでいただけるんじゃないかと思いますので、最後まで見ていただければと思います。では今早速行ってみましょう。まず1個目がですね、この、まあ、年商1億円以上稼いでる人の特徴としてよく挙げるんで、これ本当はね、僕、前ツイッターで10個ぐらいね、ポイント挙げたんですけど、そのうちの今日は3つをちょっと抽出して、特にトップ3です。お伝えをしていきます。で、1個目がですね、やっぱ動機が不純っていうのがあるんですよね。で、やっぱ成功してる経営者とか社長さん、僕の周りにもいっぱいいますけども、やっぱ彼らを見ていて思うのが、動機が不純。まあ、これ 100% ではないですよ。100% ではないですけど、ただ動機が不純で、これ起業初期です。今ではってことではなくて、一番最初に、起業して、そこから年収1億を突破していく過程の時に、何を原動力して頑張っていったんですかっていうのをやっぱ聞いていると、やっぱり動機が不純だったっていう場合が結構多かったっていうパターンなんですね。で、これどういうことかっていうと、まあ、承認欲求ね。まあ、大きい会社を作って認められたいとか、上場させてすごいと言われたいとかね、大勢の人を救う事業を自分が作りたい、自分じゃないと逆に言うと嫌だっていうことなんですね。自分が作りたいで認められたい、賞賛を得たい、社会的地位を築きたいとか、女性にモテたい、まあ、男性モテたいもしっかりですよね。フェラーリに乗りたいね、ロレックスをつけたいね、4、500万する時計をポンポン買いたいね、東京都内の、ね、一等地のタワーマンションにね、上層階に住みたいとか、奥さんパートナーにすごいと言われたいとかね、幼少期からの劣等感、昔いじめられててこういう人もいますし、昔学校でいじめられてて、あいつらを見返すために俺は将来ね、あいつよりも稼いでお金持ちになってやるんだというような、どっちかっていうとね、まあ、ちょっとその負のエネルギーというかですね、負の感情っちゃ負の感情なんですけども、それコンプレックスから来る負けず嫌いの本能とかね、まあ、そういうのがあるんですか。まあ、例えば、芸能人の方で言う、例えばメンタリストダイゴさんとかは今ものすごいね、何億って稼がれていらっしゃいますけども、幼少期の時すごいいじめられてたとかですね、やっぱいろいろコンプレックスがあって、それを原動力にして自分は頑張ってきたっていうのを彼も昔 YouTube ライブで言ってたんですけど、あ、これにちょっと似てるなーって思いましたね。で、何が言いたいかっていうと、結局これ絶対ですね、不純な動機じゃなきゃいけないかって、そうではないんですよ。別に清らかな動機で頑張るんだったらそれが一番なんですけど、一番最初ってやっぱりなんか社会貢献しましょうとかね、成功するためには世のため人のため、そうなんだけども、まずは自分を満たしてあげないと人を救うことなんてできないわけですよね。自分が幸せじゃなかったら他の人を幸せにすることはできないって話をして、まずは、何でもいいんですよ。一番最初事業作る時とかってめちゃめちゃエネルギー使うんですよ。めちゃめちゃ労力も使うし、僕も創業当初って1日15時間働いてほとんど寝てなかったですよ。ほとんど寝てなくて、もう本当に3時間ぐらいしたらもう目が覚めちゃって、またちょっと事業案とかね、入金管理とかね、創業投資だとやっぱり売り上げもあんまり上がりませんから、銀行口座をずっと見つめてね、あ、まだお金入ってないのかな、入ってないのかな、あ、売り上げ入金入ってきたみたいなね、これでまた今月もちょっと生活していけるわ、みたいな、またそういうところから始まっていくわけですよ、ベンチャーとかね、会社経営っていうのは。ってなった時に、すごいエネルギーを使うと。だからよほどね、やっぱ執念っていうのがないと、なかなかですね、モチベーション的にそれを継続していくって難しかったりするんですね。で、よく経営成功してる社長さんとかって、まあ、よく努力を努力と思ってないって話があるわけですけど、それは何かっていうと、ここが強いんですよね。自分何としても成功したいっていう動機とか執念が、めちゃめちゃ強ければ強いほど、努力は努力じゃなくなるっていう話です。だから僕も創業当初1日15時間働いてた時っていうのは、別に15時間頑張って働こうって決めてたわけじゃなくて、気づいたら15時間経ってたんですよね。で、気づいたら、あ、今日も終わりか、みたいな。いやー、1日あと48時間ぐらい欲しいなって本気で思ってたんですよ。だってその時間があったらもっといっぱい自分の大好きな仕事ができるからね。で、いっぱい大好きな仕事をやることによって、自分がね、成し遂げたい、完成させたいサービスが、できると。で、それでしっかりと売り上げを上げられる。だからもうずっと働いていたいわけですよね。でもそういうのはないかっていうと、一番最初は今度が見てる方もいると思うんですけど、いや、こんな動機ってあんまり良くないんじゃないかって思う動機だったとしても、それはもうほとんど法に触れることはダメですけども、動機は不純でも全然 OK で、自分の欲求にまず正直になるっていうのが、まあすごい大事っていうのがここでのポイントになりますということですね。なので、時にはね、この負の感情っていうのが大きなエネルギーになる時もあるということで、まあジェット機がね、離陸するときにものすごいエネルギー使うじゃないですか。まああれと同じぐらいのエネルギーっていうのは起業するときも結構必要って言われたりするんですけど、その時っていうのはその負の感情の方がですね、実は原動力としては最強のガソリンになってくれるよって話なんですね。それでもロケットランチャーみたいにドーンとですね、最初のエンジンだけ火をつけて、それである程度ね、まあビジネスが
売り上げが軌道に乗ってきた後ある程度安定してくるんで、まあ、最初の段階だけです。で、あんまこれやりすぎると、これね、ダイレクトマーケッターのですね、神田正則さんってね、日本を代表するマーケッターの方も、ご自身の著書で、まあ、僕も大好きな書籍で10週以上読んでる本があるんですね。その非常識な成功法則ってフォレスト出版の本があるんですけど、そこの一節も書かれてるんですけど、この負のエネルギーについて神田さんも触れていて、これはですね、企業家にとってすごい重要な、ポイントであると。ただ、ずっとその2年も3年もね、負の感情をもとにビジネスをやってると人相もやっぱ悪くなってくるし、悪いものをやっぱ引き寄せてしまうから、あくまで短期戦でやると。まあ、彼も言っているぐらいですね、短期間だと。だから最初のうちだけですね、これはやっと、は全然そういう負の感情っていうのを、ガソリンしてやるとすごい有効ですと。で、最初のうちはむしろですね、社会貢献しようとかっていうよりも、お金一点突破で自分のエゴで自分が稼ぐんだってやった方が、結果的に売り上げは上がりやすいし、まあもちろんね、ちゃんとお客さんのためになるサービスを売ってるというのは前提になりますけど、最初やっぱお金一点突破でやった方がうまくいきますので、ぜひね、この、まあ年収1億まではぜひね、お金一点突破で、しっかりとね、自分の欲求に正直になっていただくことで、自分の本当のね、いわゆるポテンシャルっていうのがね、最大化させられるってことがあります。人間の脳って面白いことに、自分が本当にこれ達成したいなとかワクワクするなとか、これ絶対叶えたいと思ったものにしか脳ってクリエイティブに働かないんですよね。で、それ以外のものっていうのはもうモチベーションが低下してもう動かなくなっちゃうんですよ。だからぜひね、自分はもうこれやりたいとかこれ買いたいでも何でもいいんですよ。僕もだって創業当初っていうのは全然お金なかったわけですよ。もう銀行残高3000円ぐらいしかなかったわけですから、ちょっとこじゃれたね、1着2万円ぐらいの、まあ別に安くはないけどめっちゃ高いわけじゃないですよ。ハイブランドでもないですけど、そういう小綺麗なジャケットとか買えなかったんですよ。お金なくてね。そう。だからそんぐらい僕お金なかったわけですから、普通の最低限の生活をして、お腹空いた時にね、好きな時にラーメン食べれるとかね、好きな時にまあ必要最低限の洋服は揃えられるぐらいは、まず最初稼ぎたいって、僕もそっからスタートしたわけですよ。もう昔めちゃめちゃ僕もお金なかったわけですけども、まあそっからね、今に至るっていう過程があるので、まあ最初はぜひね、自分の欲求に正直になっていただいてもいいんじゃないかなと思います。二つ目、とにかくお金が好き。まあ成功してる人はとにかくお金が好きってことで、これはですね、ほとんどですかね、まあ僕が、の周りにいる経営者さんで年収1億超えてる人とか、やっぱりね、なんだかんだお金好きなんですよね。で、これ、ポイントがですね、みんなはお金が好きじゃないんですよ。お金持ちになりたいなって言ってる人って別にお金が好きじゃないんですよね。何かっていうと、お金と交換することで得られる、例えばブランド物のバッグとか、車とか時計とか家とかね、お金で買える、お金を手段として買えるものが好きってことなんですよ。だからそれが買いたいからお金が欲しい。まあこう思うのも普通に正常なことなんですけど、本当にぶっちぎりでお金持ちで言い続けられる人っていうのは、お金そのものが好きなんですよ。だから本当にもうなんていうんですかね。1万円札の紙幣を匂い嗅いだりとかも、これちょっと変態って言われるかもしれないですけど、僕はそれしないですけどね。そういう人はいたりします、中にね。で、いわゆるそれぐらいお金が好きってことなんですよ。だから例えば、じゃあビジネス頑張ってね、銀行預金残高にじゃあ4000万ぐらいお金が貯まったとするじゃないですか。で、記帳しに行ったら4500万ぐらい貯まってたと。で、そこでそのお金を使って、じゃあフェラーリ買ったら、まあ3000万ぐらいそこからお金なくなっちゃうから、1500万しか預金残高なくなるわけですよ。で、お金はなくなるけど、フェラーリは手に入るみたいな。で、普通の人って多分そういうフェラーリとか、お金で買えるものが好きなんですけど、お金持ちの人、本当にお金持ちになる人って、もちろん例外いますよ。お金いっぱい稼いでもポン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 物買って、いつまで経っても貯金ないみたいな。年収で1億もらってんのに貯金ないみたいな人もいたりするぐらいですけども、やっぱりですね、預金残高をやっぱ最大化させたりとかですね、銀行の預金通帳を眺めてニタニタしながらワイン飲むみたいな。っていうぐらい、本当にそれぐらいお金自体が好きっていう人が多いんですね。で、そういう人の特徴として言うのが、これ貯金好きな人がもしこの動画見てる人いたらね、わかると思うんですけど、ドラクエとかですね、ポケットモンスターでいうところのレベルを上げるみたいな。ピカチュウを、レベル1か、僕、小学校の時めっちゃポケモンやってたんでわかるんですけど、1レベルから、50レベル、60レベル、70レベルで100レベルにまで持っていくみたいな、その過程が結構楽しかったりするんですよね。だからもう本当に預金残高が自分の HP だみたいなね。もうその、レベルアップみたいな。そういう本当にゲーム感覚で、もう RPG ゲームをビジネスという場所、この世界でやってるみたいなイメージでお金をね、自分の資産を最大、まあ、それは不動産とかもそうですよ。入れて資産を最大化させたいみたいな。もうだから一人桃鉄状態ですね。桃太郎鉄道。一人桃鉄状態でやってる人っていうのが意外と多いと。だから結局お金が好きなんですね。っていうとこが多いかなと思いますと。だから結局、お金が好きってすごい重要ですよ。これお金好きってよくね、いや、そんなお金にがめついていて日本では結構マイナスに捉えられたりしますけど、海外とかだと普通ですからね。で、日本人だけなんですよ。本当にこれまでお金持ちをなんか、妬んだりとか、お金に対して罪悪感を持ってると、お金返ってこないんでね。
お金に対して罪悪感を持つのはやめてください。そのためにも、あえてお金を好きになるっていうのは、これ結構重要かなと僕も思ってて、だから僕も創業当初って、お金はなかったんですけど、一番僕銀行預金残高多い時で2万円ぐらいですよね、あった時って、その2万円水戸銀行で下ろしてきて、それを1000円にまず両替してもらうんですよ。そうすると、札束は20枚ぐらいになるわけですよ。2万円を1000円で両替すると。で、その、1000円札20枚の札束を財布に入れてたんですよ。で、それを見ると、財布開いた時に、なんか自分お金持ちになった気分みたいなね。本当は2万円しか入ってないのに、20万円入ってるぐらいの気持ちになるから、それで結構ね、うわ、自分お金持ちだみたいな、なんか、そういうの遊び半分でやってた時期ありますけども、そういう風なね、形で、まあ、とにかくそのお金を好きになるっていうね、ようにするってのはすごい重要かなというふうに思います。で、あくまで逆に私はお金なんていりませんっていうんだったら、別に株式会社とかね、法人化してとか、合同会社で法人化してとかね、事業主でビジネスやらないで、まあ、お金1円もいりませんか、ボランティアでやらせてくださいって言って、ボランティアの方に行ってもいいんですよ、そういう人は。で、逆に皆さんはやっぱお金を稼ぎたいってことは、絶対に何かしらお金が好きでやったりとか、もしくはそのお金を使ってまた達成したい事業があったりとかね、どんどん事業を達成したい。うちの会社そうですよ。弊社SIKっていうのは、やっぱいろんな事業をどんどんやっぱやっていきたいと。まあ今で言ったら、例えば DMM.com とかね、まあ全58事業、いろんな事業に手掛けてやったりしますけども、まあ僕らの場合もね、フリーランスとか経営者の、いわゆる総合窓口を作るっていうミッションビジョンがあって、それを元にしてね、どんどん事業をやっていく。そのためにお金が必要だからこそ、今期はこれぐらいの利益を残すっていうね、事業計画を立ててね、ビジネスを進めているわけなんですけども、やっぱりね、売上とか基本的に利益を出さないと、ビジネスって存続させていくことすら難しいんですね。まあ、うちの場合もね、合計外注さんもいると20名規模のね、従業員がいるので、そういった、みんながやっぱ食べさせていかないといけないという思いもあるし、だからこそやっぱ儲けってのは絶対に出さないといけないと。っていうのもあるんですけど、まあ、最初のうちはですね、まずは、お金を好きになると。まあ、言うのからね、もし罪悪感を持たれている方はお金をまず好きになろうっていう姿勢でね、取り組むというのはすごい重要かなと思いますと。はい。で、最後に起業家っていうのはお金儲けのプロである。これ僕の持論でもあるんですけど、起業家の仕事って何って言ったらお金儲けですよ。例えば、寿司職人の仕事は何って言ったらお寿司握ることですよね。プロゲーマーの仕事は何って言ったらゲームすることなんですよ。で、起業家の仕事は何って言ったらお金儲けなんですよ。だから起業家がお金儲けのこと以外考えてたらおかしいんですよ。普通に考えてね。だから僕いつも言ってるじゃないですか。社長の仕事はマーケティングであると。マーケティングっていうのは、お金を稼ぐための一番効率的で最も再現性可能な現金獲得術なんですね。まあ、現金獲得術っていうのが、言い方がちょっと生々しい、生々しくないっていう、そういうのは批判を受け付けないですけども、いわゆるその企業家の仕事はお金儲けなんですよ。だから社長の仕事ってのはマーケティングなんですね。基本的に。もちろんね、その中で、カスタマーサポートとかお客さんにもちろん、より満足をしてもらう。これもマーケティングの一環で僕は言ってますよ。こういうお客さんによりいい品質のサービスをより改良して届けたり、お客さんをこういう吸い上げて、そしてよりね、お客さんに満足度を高めていく。これも全部マーケティングだと僕は思ってるんで、その前提でのマーケティング活動が社長の仕事ですと僕はいつも言ってるわけです。なので、まあ、いっぱい稼いで、あとはね、税金でたくさん納めればいいんですと、まあ、いうふうにね、僕は思うわけですけども、はい。で、最後、三つ目はですね、社会貢献欲が強いっていうのがありますと。で、自分たちのサービスが世の中で大勢に愛されている喜び。まあ、嬉しいですよね。だって、うちの会社で編み出している商品が、街歩いてる時に、あの人が使ってくれてたとか、あ、世の中の人に本当に愛用されてるんだとかね、自分たちが手掛けたプロジェクトで一人でも多くの人から幸せになったとか、そういうお声を直接いただけた時とかに、すごい、人間って充足感とか、僕の場合に、ね、やりがいを感じるんですよね。で、まあ、僕もね、創業当初はお金なかった時って余裕がなかったから、本当になんかロレックス買いたいとかタワマン住みたいとかね、こういう欲で走ってきた時期も正直あります。まあ、こういうのってみんな言わないんですよ。成功者はで自分の本でね、自分はモテたいから会社を上場させましたとかいう人いないですからね、本当はそうだとしても。でも僕は正直言うと、まあ、こういうとこがあったんですよね。だから、それが最初原動力になったっていうのはあるんですけど、今は違います。今やっぱり自己実現のステージでもある程度別にもうお金なんて、もう買いたいものある程度買えるようになって、もう物欲が逆になくなってくる段階っていうのが来るわけですね。まあ一時期物欲がピークになってきて、それが過ぎてくると、あんまりもうそのお金で買いたいものとか何かやりたいっていうことがなくなってくると。で、その次何が来るかっていうと、それが今僕がいるステージだと思ってるんですけど、いわゆる貢献のステージっていうステージに上がってくると、もう本当に新しい声をどんどん生み出していきたいとかね、生み出しているっていう使命感、まあ今スタッフとかを雇っている方とかって、そういう責任感とかもあるだろうし、自分たちがね、新しいこれから僕らの新職種をどんどん作っていくってなった時にも、その職業を通じて、より多くの人の雇用が賄えたりとかっていうことで少しもやっぱ世の中のためになってるっていう方が、今の僕からするとワクワクするんですよね。だから別に、ロレックス別にね、1個4、500万するロレックスの時計を2個、3個別に買いますけど、買ったところで別に、それでってなっちゃうわけなんですよ。あんまそこにも重層感僕は感じないということになってるので、ぜひね、皆さんも、まあ、ゆくゆくは、もしくはね、今この3のステージに来てるよって方もいるかもしれないんですけど、この社会貢献欲求っていうところですね。が、今そういうステージに来てるよって方は、これをぜひ大事にして頑張っていただくと。まあ、いわゆるその自分のステージ別で、
何を原動力として頑張るのかっていうのをね、ぜひこの動画を通じて、まあ、再認識していただければね、すごい嬉しいなというふうに思います。はい、ということで、今回の動画少しの勉強になったよという方は、ぜひ高評価ボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。またね、下の概要欄から僕と LINE でお友達になっていただけますと、LINE という SNS で業界ナンバーワンのですね、弊社が教える最新の SNS 集客動画講義のプレゼントしておりますので、ぜひこちらもね、ゲットしてみていただければと思います。それではね、最後までご視聴いただき、本当にありがとうございました。失礼いたします。